そういうふうにその非常にその国によってですね、漫画というものが認めている国と、それから認めていない国とがあります。日本の場合にはどうかと言いますと、皆さんは非常に漫画が好きで、実際に今はこれだけの漫画ブームなんですが、今まではその漫画というものがあんまりこうとにかく日本では盛んじゃなかった時代がある。戦争が終わりましてから漫画というものはどんどんこういうふうにブームになってきましたけど、戦争前はひどかったんです。実際に漫画をその読んでいる人間なんていうのは本当にもう、バカ扱いにされておりましたし、またその漫画を描く人間っていうのはこれはもう完全にもう、日本人の中でもですね、劣等人種みたいに言われた時代があったわけです。なぜかというと、日本人というのは大体その、笑わないんですね、あんまり。で、非常にその悲劇が好きなんです、だと僕は思う。非常にその悲しい話とかですね、泣かせる話なんていうのは非常に日本人というのは好きなんです。特にその田舎へ行きますとですね、そのチャップリンだろうが漫画映画だろうが、喜劇っていうものはあんまりその映画っていうのは、地方の人に受けないんですね。ちょっと田舎の方行きますと、大抵そのヤクザ映画か、流せる映画かどっちかやっております。あんまりその喜劇っていうのはやらない。で、田舎の人に聞いてみますと、笑うっていうことはそのいくらでもできるって言うんですね。ひっくり返ってもおかしいし、とにかくなんか面白いこといくらでもその世の中にあるってわけです。しかしその泣かすことっていうことは人が死ぬこととかね、あるいはその、なんかお金がなくなることとか、なんかとにかく滅多にないことだってわけです。だから私たちはうんと泣いてですね、泣く気持ちを味わいたいんだなんていう人がいました。とにかく日本人っては非常に昔から泣くことが好きです。